ジュリア・リスゴー・オレフィン化もしくはジュリア反応とは、有機化学における合成法の一つで、化式のように、フェニルアルキルスルホン1と、カルボニル化合物を基質として、アルケン酸を得る手法。1に、強塩基、カルボニル化合物、給電子種 R3X を順番に、作用させて、不可体にとし、ナトリウムアマルガム、または、 ヨーカサマリウムにより還元的脱離を起こして酸とする。常識の多段階反応はワンポットで行うことができる。給電資材 R3X は必ずしも使わなくとも良いが2の形に誘導すると高い周率や純度が得られる。通常 R3 はアセチル元かベンゾイル元であり、例えば無水酢酸や塩化ベンゾイルなどが用いられる。生成物は トランス体のアルケンが優先する。本手法は、M ジュリアと JM パリによって発見され、B リトゴと PJ コションスキーによって、さらなる研究と改良がなされた。反応機構を、下のスキームに示す。スルホン1から、強演機により、カルバニオン2が発生し、アルデヒドに孵化して、アルコキシド3を生じる。これを、宮電資材。 R3X で補足して安定な中間体4とする。ナトリウムアマルガムによる還元的脱離の機構ははっきりしていないがビニルラジカル5を減ると言われる。最後にオーバーを水素源としてアルケン6が得られる。生成するアルケン6の立体化学と中間体4の立体の間に相関はない。ラジカル的中間体の段階で何らかの平行があり、 熱的に安定なトランスタイへ寄ると言われている。気質のフェニル元を複素方向間に置き換えると、異なった反応が現れる。よく知られているのは、2、ベンゾチアゾリルスルホンを用いた手法である。下のスキームのように、ベンゾチアゾリルスルホン1を LDA でアニオン化した後に、アルデヒドと作用させると、アルコキシド中間体2が発生する。フェニルスルホンの場合と異なり、 2は、分子内でススマイルステンを起こし、3を経て、スルフィナート4となる。この4が、さらに自発的に二酸化用と、ベンゾチアゾロンアニオン5を放出し、アルケン6が残る。この手法は、従来の手法と異なりラジカル中間体を経ないため、生成物の立体化学は、不可体4の立体に依存する。そのためしばしば、シストラン水生体の混合物が生ずる。 ジュリア・コシェンスキー・オレフィン化では、基質として、テトラゾリルスルホンが用いられる。気候は、蒸気のベンゾチアゾール法と同様である。一例では、THF 中、タート、ブチルテトラゾリルイコールメチルイコールスルホンへ摂取70度で、ナトリウムビスアミドを作用させ、ケトンをメチレン化する。もしくは炭酸セシウムを摂取70度で用いてもよい。創設。 コションスキー、PJ、フォスフォラスサルファー1985、24、97から127、創設、ケリー、SE コンプ、ORG、シン、1991、1、792から806、ジュリア、M パリ、J、M、テトラヒドランレッド、1973、14、4833から4836、ドイ、 10.1016S0040 から4億398万7348から2コションスキー。PJ リトゴ、B ラストン、SJ、ケム、ソーク、パーキントランス、1978、829から834、ドイ、10.1039、P197 億8千万八万829、AB カック、GE サビン、 k a w e g g r o w r s M.A.J.O.R.G., KEM, 1995,60,3194から 3204, 土井 ,10.1021, 上00115へ04日創設、ブレークモア。P.R.J., KEM, ソークパーキントランス ,12002, 25632585, 土井 ,10.1039。 B208078H ハットバウジン、JB ハレアウ、G ジュリア、S ウェール L、O、テトラヒドランレッド、1991、32、1175、ドイ、10.1016、S0040 から4億399万2037から9。ブレイクモア、PR コール、WJ コションスキー、PJ モーリー、 え、シンレッド1998,26から 28, 土井、10.1055,S-1998 から 1570, ISO, CJORG, c h 2 0 0 6 7 1 3 6 0から 363, 土井、10.1021, 上0 51693A。ありがとうございます。